シュを使ってるんですけど、そのマスウォッシュが毎回あのプラスチックのボトルが出て結構な頻度で、使うから、あれをなくしたいなと思って調べてたら結構簡単にできるってことだったので、はい、作りたいと思います。やっぱ生活で使うのが一番多いなと思って、特になんか家の中とか見てると、やっぱりその洗面所とかお風呂とか、あとキッチン、にそういうプラスチック製品が多くて、あとは家電はしょうがないかなとは思うんだけど、そのキッチンと洗面所でやっぱ衛生面もあるから、なんかそのあたりで折り合いがつくところを、自分で見つけて、あとも肌に合わないもあるし、難しいかなと思ってできる範囲で、できる範囲でまずこれは沸騰させた水です。亜生成水とか浄水だったらその浄水を使ってもらってもいいんですけど、あ、じゃあわざわざ沸騰させなくても綺麗だったら、そうそうそう、でそこにまず重曹を小さじ1入れます。あ、そう、これ重曹はちょっと苦いので、その辺も調節しつつですね、味見しながら、はい、これは、ペパーミントオイルです。もう一個が、これはなんか入れても入れなくてもいいそうなんですけど、ティーツリーオイルです。大浴場、大浴場、お風呂です。木だから、それを混ぜます。これも、好きな調合をなんか、だんだん見つけていけばいいのかなっていう感じです、1大丈夫、ゆっくりゆっくり、よしよしよし、1は5、5、あ、6、はい、すっきり感が、すっきり感よし、じゃあ入れます。でもすぐ溶けた。本当だ。重曹が溶けたらもう OK だそうです、はい、完成しました。完成しました、早いすごいミント臭、ミント臭っていう、清涼感、これもあの原液じゃなくてちょっと割って、マスウォッシュします、抗菌とか、これを、浮かす、あとあれだ、酸性に傾いた口の中をアルカリ性で中和してくれるから虫歯になりにくい、これは清涼感だよね、きっと、はい、でもこの植物油は抗菌作用が、多分そうだろうね、ネスネスするし、マスウォッシュを試したいと思います。一度、水が小さじ1で、作ったマスウォッシュが小さじ 1.5 で割ってみました。はい、すごいスースーしてる匂いが、じゃ結構スースー、清涼感すごい、本当は5って決まってたけど、でも全然6でもいいと思う、すっきりする、なんか市販のやつは希釈は希釈しないよね、しない、希釈しないで、アルコール、アルコールきついから、ここがなんか痛くなっちゃう、でもそれがないから、使いやすいと思う、フレッシュじゃないといけないから、やっぱりみんな、他のものもそうだけど、保存料みたいなものが入っていないから、1週間、長くて1週間だよね、きっと、こまめに使って早めに、できた、よかった、すごい簡単だったから全然、お子さんとかとも作れるような感じだと思うし、良さそう、